アザギリ図とは、明治時代に作られた地図の一種。アザギリ図、アザ図、アザギリ地図、アザギリエ図とも呼ばれる。1873年の地図改正に伴い、明治政府によって、時短位で作成された地図。近世以降の県地帳についても、土地一筆ごとのあざ名が記されているが、アザギリ図は県地帳一筆ごとの測量をもとに、作成された地図である点が異なる。 地祖改正の際、各村、または地の一地一筆ごとに番号をつけ、測量を行い、一筆ごとの見取り図を作成する、地し測量の結果得られた見取り図を連合し、一時単位に区切った地の見取り図を作成した。測量には十字法、三者法が使用され、多くが目測、補足によって行われた。この際の誤差は30分の1まで許容された。 この図がアザギリ図であり、このアザギリ図は地引町と共に管轄庁に提出された。地疎改正報告書におけるアザギリ図のひな型には、事故と二次名、単別、地目別内訳が、一筆ごとに番号、地目、単別が示されている。ただし、明治初期の図は団号図であり、正確さに欠ける。アザギリ図は、 地図とともに地積図と呼ばれることがある。アザギリ図は構図を作成する基礎的な地図として使用された。また、地素改正図の別称と誤解される場合があるが、地素改正図には村単位の村原図も含まれるため、アザギリ図は地素改正図の一部ではあるが、全てではない。ありがとうございます。